皆さんこんにちは、佐々木秀美です。今日はですね、古関裕二先生の残された楽曲で、これは原爆が落ちて、戦争が終わって、その翌年に書かれた作品なんですけれども、口伝えでずっと歌われてる方とかもいらっしゃったんですけれども、作品としていわゆる昔だったらレコードになったりとか、今だったら CD になったりとか、そういうことになってなかった。これは名曲だと思うんですよね。スタジオに行ってエンジニアさんとかのご協力のもとを録音するものではなく、自宅で自分の好きな時間に録音できるので、ちょっと気楽といえば気楽で、不安といえば不安、孤独なものとなっております。新しい形というか、多分もうね、今コンピューター音楽とか遠隔でそれぞれ撮った音を合体させるっていうのはもうすでにある形式だと思いますが、やっぱり自分がこういざやってみて、やっぱり本当は生の方がね、こう空気を感じながらっていうのはあると思いますけれども、でも今回こうしてすごく貴重な体験を、させていただきまして、はい、また勉強になりました。ありがとうございます。何より顔を合わせてね、打ち合わせというかリハーサル、一緒に音を出すということができないっていうのは、ここが一番ネックでしたね。で、僕は秀美さんにも、アレンジャーの石田道夫さんにもお会いしたことがないっていう状態でこの、ね、レコーディングの企画が始まって、なので、いつもよりでも想像は、いろんなことを想像しましたね。こういう風に歌われるんじゃないかなとか、ピアノとの絡み方、それから、チェロの細井さんは、僕は細井さんとはよく、仕事でご一緒するんですけれども、でも彼と僕の間でもおそらく、チェロがこう弾くんじゃないかな、バイオリンがこう弾くんじゃないかな、いろんなことを考えながら一人で演奏する。で、その結果は合わせてみるまでね、わからないっていう、なかなかスリリングであり楽しみと不安がちょっと共存する時間を過ごせたかなと思います。一緒に歌うかな？って感じ。分かりやすく言えばですけど、もちろん皆さんね、そうだと思うんです。何か楽器とか一人じゃなくて誰かと何かを合わすっていうことは、その人のもちろん聞きながらだし、一緒にその人の出す音に対してすごくこう、なんていうのかな、反応してるというか、一緒にやっぱり時を流れていってるというのをとても心がけてはいます。1946年に、作られたこの火曜広島という曲が、長い時間を経て2020年にこうやってたくさんのテクノロジー、進化したテクノロジーを駆使してレコーディングできたっていうのも、何か一つ大きな意味があるんじゃないかなと、そんなことを少し感じています。このコロナっていう騒ぎがありますけれども、これもね、一つやはりこう戦いの一つだと思うの。その中でいかにね、私たちはそのウイルスというものと戦っていく、これはもう本当戦いだと思います。戦いつつ、でも今はね、まだお薬が、ワクチンができてないですから、どう共存していくか。でもここがもし底辺だとしたらば、どんな風に新しい時代がこう復興していくのかとか、きっとこれからね、日本人ですから私たちは、きっと素敵なこの火曜広島じゃないですけど、今の広島もそうですけど、日本は戦争が起こっても、すごい大きな地震があっても津波が起きても復興していくんですよ。そのやっぱりエネルギーってね、日本人一人一人が、みんな日本にいる日本人だけじゃないですね、日本に住む人っていうのは、その力強さって絶対持ってるのね。その
応援のソングをさあやるぞっていう曲じゃなくて、美しさでこの曲でアピールできたらいいなと思いますし、そういうメロディーだっていうことを今日改めてつくづく感じました。私はこの歌謡広島といういわば先生が残された作品ですけれども、新しいね、今の曲として私はチャレンジしたいし、日本がいつまでも美しい国であってほしいと心を込めて今日はレコーディングいたしました。ぜひ聴いてください。